はい、お疲れ様でございます。今回は新時代仮想通貨、仮想通貨のエアドロップで儲けることができるんじゃないかなみたいな、ね、形で、まずは専門用語を一つずつ解説していこうかなというところで、エアドロップという言葉そのものと、それからエアドロップという投資に潜むリスクについて第1話第2話と進めてまいりました。で、私がたまに覗きに行ってる、LINE グループがあるんですよね。この LINE グループを全面的に信用してくださいってわけではないんですけども、こちらの方とりあえず1件だけ覗いてみてはいかがでしょうかということで、前回のパート2第2話ね、第2話の動画概要欄に LINE の URL をお付けしておきました。私もこれ全部見てるわけではありませんけども、たまに見に行って、なるほどそういうことなのねっていう感じで、情報のね、一つのチャンネルとして持ってるわけなんですけどもね。さあ、その中で LINE に登録したら、なんかね、動画が見ることができて、その中で久保という人が出てきたっていうんですけどもね、これは私じゃありませんからね。私もいろんなお名前の方とお付き合いしてます。当然同じ名字の方もいます。ですんで、私が自己紹介をするときは必ず速稼塾の久保ですって言ってるでしょ。速稼塾の久保ですって言ったら私のことです。それ以外の久保さんは私じゃないどこかの久保さんでございますんで、そこはお間違いないようによろしくお願いします。今回の動画はですね、そんな解説動画でございました。速稼塾の久保とそうじゃない久保さんは別物でございます。ですんで、イコールじゃないですからね。声も違ったでしょ、私もね、これ誤解されてる人がいるかもしれないなと思ったんで、この 2.5 話でお知らせ、注意をね、喚起しておきます。それでは